今車で横浜の方に来てるんですけど、今日はちょっとイケアで買い物をしたいと思ってます。で、その買い物終わった後に、娘のモアが今日なんと横浜でダンスのステージに立つんですね。なのでちょっと激しく応援したいと思うので、まずはその前にせっかく横浜に来たのでちょっと買い物してそこから向かいたいと思います。本日のファッションチェックをやりたいと思います。今日はちょっとクラブにモアのダンス見に行くので、ちょっとこう場所を考えてストリートっぽい格好にしたんですけど、メガネは ADSR の、グレイトで買った、こちらの縦メガネです。結構形が気に入ってて、はい、これを最近めちゃくちゃよくかけてます。で、こちらの、イヤリング、ピアスはバレンシアガの、めちゃくちゃお気に入りのちょっとハードな感じなんですけど、どんなワンピースとかでも何でも合いやすいのでよくしてます。 T シャツは、ストゥーシーの、結構チビティというか、はい、これぴったりめの T シャツが最近すごい好きで、この色もなかなか珍しい色だなと思って、グレージュというかベージュのものです。あと素材も結構気に入ってて、なんかウェットスーツの素材みたいな感じで、ちょっとなんかね、綿とかとは違う肌触りの良さで気に入ってて、こちらのデニムは、シールムリンの、デニムです。このサイドのこうカッティングできたこちらの部分がめちゃくちゃ気に入ってて、はい、あと風通しがいいのですごい涼しく履いてます。そして、スニーカーはナイキと酒井のコラボの、スニーカーです。ハイカットですね。はい、こちらを履いてます。そして、バッグはマルジェラのこのふかふかの枕にもなりそうな、ほんと気持ちいいんですよ、ふかふかで。これを下げてます。はい、では行ってきます。レッツゴー。50円ってすごいね。よし、じゃあこれからモアのダンスのステージを応援しに行きます。モダンサーさんたちが
なドキドキする。続いてのナンバー紹介していきたいと思います。 Coming up next is Rookie Number! Let's go! どうした？めっちゃかっこよかった。なんかあのね、今日撮影をこの iPhone とこのビデオカメラで撮ったんだけど、もうあまりにもなんか私もドキドキしちゃって、両方最初録音ができてなかったっていう。なんかモアの時だけやっぱすごい緊張して、はあ、でもすごい今日もこうやってなんか目の前でモアが踊るの見れて、一生懸命頑張ってる姿をこうやって目に焼き付けることができて、うん、すごい嬉しかったなと思うし、こうやってなんか夢中になれるものに、ね、出会わせてもらったのも、こうやって、今日の司会してるまみぞうさんだったり、ダンサーのまみぞうさんだったり、ナンバーの、先生のミキさんだったりとか、いろんなダンサーさんのこうパフォーマンス見て、モアもダンス頑張ろうって思えたきっかけをくれた方だったりするので、いや本当に、うん、いい時間でした。もうお疲れお疲れ、かっこよかったよ。ありがとう。もうめっちゃ緊張しちゃって、またなんかカメラ、ビデオカメラってさ、携帯持ってたわけよ。でさ、モアが出るナンバーの人のさ、前にさ、こうやってやってもう角度決めてたわけで、こっちでそのビデオカメラやってたんだけど、いきなりこっちが光りましたもんね、ライトどうしようどうしようって前半もう取り組んで取れたら完全に取れない。いいね、いいと思う、いい感じ。すごい、初めてこれ作ったんだね。ね、夜に一緒にね、これをハサミで切りながら衣装とかに作って、ね、いい感じだった。緊張した？こんなに。え、メイクのこれはどうしたの？これはミキさんにやってます。え、いい感じでね、うん、初めて見た。それ、あれできるんだね。なんかノリみたいにつけて、うん、え、かわいい、いい感じ。もう取れちゃったけどね。そう、髪の毛も一緒にね、そうそう巻いてオイルつけたりとかいろいろやって、いやでも本当にいいね、こうやって見に行くのもめっちゃ楽しい。また来週もナンバーがあるので、またもう応援しに行きたいと思います。またじゃあ、次のビデオでお会いしましょう。娘のモアとチャイルでした。イエーイ、バイバーイ、バイバーイ。Ladies, I'm gonna go to the bathroom.